ははい皆さんこんこにちは先日からチャット GPT が音声会話対応ということになったということでなんかいい GPT は作れないかそんな風に思いましたですからこの会話というのを記憶できたらいいなというふうに思ったんですがでも GPT の会話ってまあ返事ぐらいの「はい」ぐらいはいいとしてもですね僕のしゃべ 言葉をまとめ上げてくれないかないわゆる会議録でもいいわけですけれども例えば僕がブログまあ、日記ですよね日記を書きたいと思った時にもしくは防備録として何かをしゃべりたいと思った時にそれを喋ったらまとめてくれるとそのまとめてくれる時に会話うまく言えない時があるじゃないですか例えばえー、っと うーん、だからね、みたいな、そういうのがありますよね。でも、そういうのをちゃんと修正してくれて、そして正しい文章を原本として、そこから次は要約をする。そして、極めつけは、その会話に応じた画像というのも作ってもらう。そんな風に考えてみました。そうするとですね、 なんかブログみたいなものも書けるしですね。そして会議のパワーポイントを作ったりするときにも役に立つんではないかな。そんな風に考えています。ちょっと今日はそういう趣旨でやってみたいと思います。若干まだブラッシュアップしようと思っているところがありますけれども、今日はそんな感じでやってみたいと思います。じゃあ会話をスタートするために この右のヘッドホンマーク、これでですね、会話モードになるんで、これでやりたいと思います。はい、会話の録音を開始してください。わかりましたか私はあなたの会話をまとめるお手伝いをします。会話が終了の時は、会話が終わった胸をお伝えください。なるべく誤字やミスは修正し、テキスト原本を作り、続いて要約も作ります。 どちらもコードブロック形式で。では会話どうぞ。今年はクリスマスの時期にライブをしようと思っています。その場所というのはホテルのロビーでクリスマスパーティーをやろうと思っています。そしてたくさんの人が集まってもらうためのフライヤーを作ろうと思っているので、 山本くんにデザインを任せようと考えています、はい、そして、はい、飲み物とかそういうプレゼントとかを調達してもらうのは佐藤さんにお願いしようというふうに考えていますそれで、えー、車の手配なんですけれども駐車場がとっても狭いということを聞いていたのでどこかに 駐車場を準備しないといとけませんこれを何とか誰かに任せて考えたいと思うんですけれども今上がっているのは田中君と村上君この2人にお願いしようと思っています。 こちらがホテルのロビーでのクリスマスパーティー準備の様子を表した画像です。フライヤーを作成する男性と飲み物とプレゼントを準備する女性が描かれています。この画像は会話の趣旨を反映しており、ワープロやプレゼンテーションのソエとしてお使いいただけます。You can check out the images in our conversation history. ありがとう。じゃあこれで会話を終わります。 了解しましまた。会話はここでで終了です。お手伝いでできて光栄でした。はい、このようにできたんですがちょっとまだプログラムのミスというかインストラクションをちゃんとできていない部分があって終了したら終了の言葉というのをもう少し明確に決めておく方が良かったと思います。でもでもすね、このように 会話が進んでいきまして、向こうは「はい」とだけしか言っていませんそしてですねこのように会話をまとめましたがこれも僕の思いとちょっと違いますまあちょっと違うんですけどまあこのぐらいはいいでしょうそしてこのようにですねイメージする普通でいうサムネイルというものですよね挿、えー、絵とかに使うためにこういうような絵も 描いいてもらいましたクリスマス。で、このクリスマスのパーティーの様子みたいなのはですね、画風というのも内容を完味して自動的に画風を考えてくれるようにしています。そして会話をちょっと確認しましょう。ようやくとしまして、ホテルのロビーでクリスマスパーティーを計画中、人を集めるためのフライヤー作成を山本くんに依頼、飲み物や プレゼントの調達は佐藤さんに依頼する予定次に会話の趣旨に基づいたともう次に言ってしまいますがこれが僕にとったら要約をもう少しちゃんとやってほしいなと思うんですね僕は駐車場の話もしたのでですね駐車場の話がまあ消えてしまってますよねというのも駐車場の話が 録音されてないというかそのタイミングの問題というかまだバグに近いようなものが残ってるというか操作性が悪いそんな風に思いましただから最後まで一応飲み物というかプレゼントは佐藤さんにそこまではやっぱりやってるから原稿さえちゃんと捉えれればもう少し要約はうまくいくんではないかなという風に思います でも、こういうことがですね、現実的にできたら、会議録とか、友達との会話とか、そういうことが、こういう形でですね、これもスマホでできるわけですからね。今日は僕は iPad でやってて、ちょっと大きいですけれども、スマホで全く同じことができるということなので、これは、同じ ID であれば、帰れば、転送なんてしなくても、パソコンで開けば、 これはあるわけです。ですからちょっとパソコンの画面に切り替えてみましょう。はい。切り替えました。そして今の会話というのを更新してもう一度見てみましょう。はい。Today にクリスマスパーティーの準備というのがありますよね。これを見たら今の会話がパソコンで確認できるということです。はい。大きな画面で確認ができますよね。 別にまとめてくれなくても本当に残ってくれるだけでもいいと思ってたんですが、えー、このようになりました。そしてですね、この黒い画面ですね。これがスマホでの表示形式とパソコンでの表示形式が若干違うみたいです。まあ、これはでも許せる範囲かなというふうに思いますので、こんな形で皆さんまとめてくれたらですね、 どんなに便利かなそんな風に思いませんかこれからももっともっと実用的でまた楽しい g p t 図を開発していこうと思っています。そして皆さんこういう g p t 図を作りたい。まあ、作るのは正直言います。簡単です。人に習うほどのことではない。それぐらいのことですし、まあ、習うとしても2時間ぐらい勉強すれば ほとんどの人ができるようになるはずです。でも、コツというのがあります。難しくないんだけど、このポイントを押さえといたらというのがありますので、もし良ければですね、レクチャーとかもしておりますので、そういうヒントを勉強していただくというのも一つです。 そしてそれも何万円分も研修会を受けていただいて勉強するというのではなくてですね。まあ、2、3時間の勉強をすればかなり優秀な GPT 図が作れるはずですから、皆さん、これからの AI 時代にはこのチャット GPT を攻略するというのはとっても重要なことだと思いますので、ぜひいろんなチャレンジを皆さんの方で やってみてみください。今日は音声チャットができるようになったものを早速応用して g p t 図を作ったお話でした。ありがとうございました。